はい、というわけでどうもコーズです。今回は、6月の25日日曜日、あ、土曜日、ということで、今はね東京駅にいます。東京駅、丸の内口から今八重洲口に向かっているところですけども、何をしに行くのかというと、日産スタジアムに横浜 F マリノス対柏レイソルの試合を見に行くと。まあ明日ね、アルビ対横浜 FC の試合見にまた横浜行くんですけど、まあ今日も、まあ天気もいいし、まあ暑いぐらいですけど、まあサッカー見に行くかという、すごいフランクな感じで、急遽ね、前日にサッカーを見に行くことを決めて、まあ今首位の横浜 F マリノスは、ちょうどね、アルビレクソンに似たようなスタイルのサッカーを志向しているというところもあって、まあおもろいんですよね、見てて。だちょっと、それを見に行くと。で、ちょっとね、待ち合わせに遅れそうなんで、東京駅から新横浜駅まで新幹線で向かうという、その前ですね、になってるというところです。で、今から切符買って、新幹線乗って新横浜駅に向かうという感じです。このこだまが多分この12時3分だけね早いんで、このこだまに乗ろうと思います。新横浜までなんでね、自由席結構並んでんな。はい、無事日産スタジアム、久々の、超久々の日産スタジアムですね。なんだっけ、キッチンカー的なのがめちゃんこ出てるんで、ちょっとそれをちょっと見ながら、イベント参加しながらやっていきたいなと思います。ビール的なやつ、ベイスターラガー、横浜ベイスターズのやつか。購入、はいはいね、黒毛和牛煮込み丼、三河フランク、ジャンボ串焼きで、あ、これがあれだ、柏の日立大カリー、なんだこれ、あ、カリーブカレーだ、カレーだ。で、大きやステーキサンド、一夜の天ぷら、鶏天、フィッシュ&チップス、まだまだあるからね、まだまだあるから、すごいから。焼肉丼、北海道ジンギスカン、あとは焼き豚、炙り焼き豚丼で、土堂ラーメンか、ラーメン全部乗せ、あー、いいですね、いいですね。あと富士宮オム焼きそば、あー、いいですね。あとは これはなんだ、ウィークエンド、コーヒーか、
コーヒー夢ぽく夢ぼく、あーこれジェラート的なやつね。これデザートでいきましょう。で相模豚、相模豚かん、いやーいいです、いいですね、いいですね、うまそう普通に。やばケバブ、チーズステーキ、これもすごいね、これすごいな、これうまそう。でピザでいちご氷どうどうって感じかな。ちょっと選んでいきます。マリノスっぽくなってんだな、この星のやつが。青と赤でトリコロールカラー、赤白青、よくできてる。横浜がね 2-0 で、前半まだ22分とかですけど勝ってて、やっぱりね選手のねその選択肢が前向きであるっていうのがすごくでかいですよね。藤田ジョエル島めっちゃうまい、要はサイドに出せるでしょっていうタイミングでもあえてその狭いスペースの中の選手に通そうとする。でその中の選手のクオリティが高いからボールがつながる。そうすると一気にその相手の危険なエリアに侵入できてチャンスになるという風な流れ、これはすごくいいですね。やっぱクオリティがなんか違いを出してるっていうのの典型っていうのは、そういうのはイメージが印象があります。ただいまの今は前半28分、横前ファンの18番、ミチルダ、ミチルダ、ミチルダ、ボンダ選手のゴールでした。いやー、いいシュートだわ、うん、すごい。新幹線で戻ってきちゃった。これからちょっと新宿に行って帰ります。ありがとうございます。
よし太るぞ。よし太るぞ。